このギターといえば誰？ギター博士ちゃん決定戦。第1回目は日本最大級の音楽サイトバークス VS 創刊50年を超えるギター専門誌ヤングギター夢の対決です。いや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 、もうこれはね、日本のロック史上に残る最高のイベントですの。しかも烏丸さんと坂東さんは何かつながりがおありになるというふうに伺ってるんですけど、ヤングギターの副編ですよね、坂東、はい、副編集長やらせていただきます。はい、はい、ヤングギターといえばもうね、はい、で僕ね、昔、今、バークスという音楽サイトやってますけど、はい、その前、ヤングギターの編集長やってたんですよ。あ、そうでしたよね。世界狭いですね。はい、時代は被ってないんだよね。一週間だけ同じ職場にいました。現在僕、ヤングギターで連載やらせてもらってまして、今日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。玉声顔してる。さて、勝負ですけども、今から、ローリーがある名器を弾きながら登場します。そのギターをトレードマークにしているギタリストの名前を、コールしていただきます。よろしいですか。ファイアバードといえばジョニー・ウィンターみたいな。そうですが、専門家のお二人にはですね、より詳しく他にもそのギターを、使っているギタリストの名前を挙げていただいたりとかね、うんうん、どんどんこう知識を、明けっぴろげにお願いしたいなと。はい、思います。専門家じゃないですかね。専門家だもんね、2人とも。いやいや、お二人とも。僕はギターが弾けなくなったギターが好きなおじさん。さあ、参りましょう。いや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 、今回は3本勝負で、勝ち負けを決定しますんでね。はい、ジャッジは我々3人が、ちょっと待ってね、させていただきます。こもりましたよ。こもりました。はい、ここは全くギターにうるさくはないんです。どういうことですか？ほぼフレル選ばずなんです。アメリカ人からなんと、工房筆を選ばずというですね、ことわざが飛び出してまいりましたけども。はい。いや、僕はですね、ギターってなんか道具ですよ。なんか箸と同じ、お箸と同じように、フォークとかナイフとかみたい。マーティさん、それを言っちゃおしまいよ。では、勝負に参りましょう。第一問、このギターといえば誰？です。やっぱり出ましたね。さあ、お二人は、はい、やっぱり SG ならトニー・アイオミじゃないですか。正解だったけど、でもマーティは審査員だからここは答える立場ではないんだよね。そうなんだ。そもそもなんか公募筆を選ばずとか、ね、難しいこと言ってたけども。さあ、どうでしょうか、お二人は。人間椅子の和島真嗣さん。おお、かっこいい。お、チューニングを下げ出した。さすがだね。やもまんのこらでどんじゃらほい。いや、これは正解でしょう。はい、素晴らしい。はいはいはい、はいはいはい、じゃあ、プリンセスプリンセスのかなちゃん。ほう、どうどう。あ、弾けねえや。じゃまあ確かにね、正解ということになりますね。僕だったらこうじゃないかな。ビートタウンズンズです。おー、だってウッドストックでのザ・フーのパフォーマンスはやっぱもう質問です。はい、答える権利ないんじゃなかったっけ。あ、そうだ。持ってかれました ね。ミニ。あ、はい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 、はい、デレストラックスとかさ、はいはいはい、最近だった SE、 あれはでもあれだよ、ボトルネックだからね、弾けないね。弾けないのばっかりじゃないですか。そう、残念だね。弾けるの全部弾かれちゃったからね。知ってる、あの人ブルース弾いてるんですよね。そう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 、めちゃめちゃうまいんですよ。そうそう、ボディが薄い。そう、ボディが薄い。もともとね、ギブソンっていう会社から出てるギターなんですけど、うんうん、50年代にレスポール、あ、これレスポール、レスポール、はいはいはい、このギターを作って人気が出たんですけど、ね、超重たいんですよこれ。はい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 。そんで
もっと軽く、あとね、弾きにくい。ここが邪魔で。ということもあって、改良しようっつって、だからね、モデルチェンジしたんですよ。あ、レスポールがこれだったんですよ。あ、これレスポールだったんですね。レスポールだったんですよ。もっと簡単に説明してくれない？レスポール、だけどレスポールが、自分の名前がついたギターがこんなカブトムシみたいな薄っぺらいものはじゃあ、いやって言って、そう。ソリッドギター SG っていう名前に変わったんだね。それの略なんですね。ソリッドギターだから SG よね。サウンドガーデンじゃなくて。あとはこのチェリー、なんていうんですかね、チェリーフィニッシュ、うん、あれがワインっぽくてすっごい酔えるんですよね。圧倒的に体にぴったりくるのと、あとちょっと特徴はヘッドが重いです。あ、そうなんですね。だから話すとこう下がってくる。はいはいはい。この人の視聴者は減るんだよ、今の話だと。さあ、では1回目のジャッジに参りましょう。回答までの瞬発力、そしてですね、ギターとギタリストに対する造形の深さで選んでください。せーの。ああ、残念。勝利の、ファンファーレですね。はい、ありがとうございます。ヤングギターさんにはいつも連載でお世話になってるのと和島真嗣さん のプレーを世界に広めたという意味でヤングギター上げさせてもらいました。ありがとうございます。はい、マーティはどちらを選びました？バックスです。お、はいはい、なぜかというと バックスの方から喋ったなるほど、うん、量でした。でも全然なんか乗っかってなかったけど ね、 ね、あんまり分からなかったんですよ。じゃあダメじゃん。さあ、それでは第2問目に参りましょう。このギターといえば誰？バンヘレさんです。おお、意外なところ言っちゃったね。ね、クレーマーとバンヘイレン、確かにクレーマー、そういう時代もありましたね。そらそらクレーマー、そらそうだ。いかがですか、クレーマーといえば。クレーマー、いや当然バンヘイレンだけど、これはバンドさんで喋ってる。これはそもそもボンジョミド、ね、リッチーサンボラモデルですよね。でも僕リッチーサンボラモデルだと思ったら JS ジョン・サイクス？え、嘘でしょ。ちょっとね、誰だろうって話になったんですけど ね。いやでもね、リッチーサンボラモデルだよね。絶対そうですよね。はいはいはい、リディングなプレイヤーですね。ね、はい、いかがですか、カラスモルさん。クレーマー、やっぱりでもバンヘイレンのイメージ強いですよね。ちょっと世代譲ってもらっていいですか。それ、必殺のハードロラブ、サンバディゲットミアドクターです。正解ですけど、ローリーには、ね、回答権がない。そうか、この一見このストラトキャスターと似てるボディシェイプではあるんですけど、はいはい、すごい歪んでるんですよ、表面から見ると。ウエストがくぼんこうキュキュボンボンキュボンしてるんですよ。ここがね、そうですね。これが面白いですよね。一番最初やっぱストラトの形してる時にストラトのヘッドの形してたんですよね、うん、そしたらフェンダーがおいおいって、はいはい、あかんやないかいって怒られて、そういうオリジナルのいい、ね、バナナヘッドみたいなのになってましたね。バナナヘッドとか、スペーサーとか、うん、あとコンコルドヘッドとか、はいはい、でどれも今のなんかスタンダードっぽい自分たちのオリジナルのヘッドが今でもずっと生き残ってる珍しいブランドの一つ、うん、あとはいち早くフロイドローズトレモロつけたメーカーでもあるんですよね。そうなんですね。そうですね、このここまで行っちゃうからね。すごい、ここまで行ったけど全然車ない。さあ、2000年代以降はですね、このクレーマーあまり人気が出なかったそうなんですけれども、まあ、クレーマーでも出たんでしょうかね。皆さんちょっといいですか、実はクレーマーって和製英語ですよ。では正しい英語を覚えましょう。文句をつける人はクレーマーではなくマーティーお願いします。Complainer。 Complainer。 A のアクセントを強調して Complainer。 はい、わかりましたか。では参りましょう、せーの。 Complainer。 マーティーハン、番組も変わってるぜ。変わってるぜ、変わってるぜ。さあ、では2回目のジャッジに参りましょう、せーの。はい、バックス、ヤングギター、バックスということで、2回目はバックスの勝利。はい。
ギターを弾かなきゃいいのに、ね、さあここまで1対1ですね。いよいよ勝者が決まります。最終問題に参りましょう。このギターといえば誰？マイケル・ジェンカーさんです。はい、フライング V ということでですね、どうぞ挙手でお願いします。はい、坂東さん。あ、じゃあ、お兄ちゃんのルドルフ・シェンカースコーピオンズ。お、はい、正解ということですね。前の曲で全く違わなくない？似てるね。まあ、非常にこう、あの今のブラックアウトじゃないですよね。ブラックアウトです。あ、そうだ、ね、なんかこんなんね。あ、それはマイケルだね。あ、そうね。さすが兄弟だよね。もうほぼ違いがね、分からない人には分からないかもしれないですけどね。はい、ジューダスプリスト。はいはい、これ弾いた方がいいんですよね。弾けるかな、弾けるかな。朝悪いな、けるね。隣でお弟子さんがぜひとも、ぜひとも、ぜひとも、ぜひとも。あれ聞いた時にブレイキングザローですけど、ぜひとも、あのお殿様がね、にぜひともっていう。やっぱりあの、はい、質問、はい、どうぞ。その V ちょっと変ですね。これはそれザ・ムーブのウィザードのロイウッドの使ってた、フライング V を再現したものです。なるほど。ロイウッドモデル。だいぶ聞き心地どうです ？V のマホガニで、あのすっごく甘い音で弾きやすい。座ってすごい弾きやすい。あのこうやるともうものすごい弾きやすいね。コリーナーだったんですよね。ちょっと黄色っぽい。あ、もうヤングギターって感じがしてるでしょ。もう札開ける準備してるでしょ、ね、コリーナってもう遅い。コリーナって材質の話ね。なんで奪うんですか話を。だってもうだってヤングギターを上げそうな気配がしてるんだもん。でもコリーナっていう材はもともとアフリカのリンバウッドという木なんですよ。コリーナ、コリーナ。全然ギターの話し全然ギターの。あのコリーナの V っていうのは後ろ弦を後ろから通すじゃないですか。6つ穴が開いてて ね。で、あ、なんか僕弾いたことないんですけど、あれってどういう感じの音なんですか。あれ結構ね、あの松本隆弘さんとか、はい、持って弾いてるよね、はい、音もそうなんだけど弾き心地の方がネックすげーぶっといんですよ、はあはあ、あの58年に出たのはフライング V とエクスプローラーなんですけど、そのまことしやかにモダンというモデルがあるっていう風にこうずっと言われてて、ほう、設計図だけ残ってたりして、で1本だけあのヘッドが V の形してさ、片っぽ折れちゃったのをこう修復している、これがオリジナルのモダンなんじゃないかみたいなのはアメリカにあったんですけど。え、マーティはどう思う？勉強になりましたね。あのですね、あのでもギプソンの本社にあるテネシー州のナッシュビルあるんですよね。あそこの名物ってフライドキャットフィッシュですね。ガッチ美味しいですよ。マーティアン、今度はグルメ番組になってますね。さあ、脱線もありつつ止まらないギタートークですけども、どちらがギター博士ちゃんの称号にふさわしかったのか、最終ジャッジのお時間です。勝者はどっち？せーの。お、というわけでですね、今回の勝負2対1でヤングギター副編集長坂東さんの勝利。ギター博士ちゃんの称号を勝ち取ったわけですけども、今のお気持ちはいかがでしょうか。僕は多分ローリーさんとカラスマルさんの話に乗っかってただけなので、正直見ていただけの感じです。謙虚ですね。謙虚ですね。お相撲さんみたい。うっすみたいなね。はい、ということでカラスマルさん残念でした。どすこい。お相撲さんみたい。お願い。お相撲さんみたいですね。いや、でもカルスマルさんのギターのブレイキングダローが本当に本当に好きでしたね。いいリフでしたね。あれも パッションの表れです、はいはいはい、かっこよかった。本当好き。さて、マーティ、今日の企画はどうだった？いや、非常に皆さんギターの詳しさに驚きました。
もう正直言って、僕にはちょっと豚に真珠って感じですかね。さあ、まだまだ語りたいギターがあるので、ギターフリークの皆さん、また次回もお楽しみに。そしてチャンネル登録もお願いいたします。Please subscribe, smash that like button, and share the video! Hell yeah! Hell yeah!